おーん。まさか突然こんな大雨になるなんて。天気予報じゃ今日は快晴だって言っていたのに。あー、早く風呂入って着替えよう。おや？おかしいな。いつもカバンの内ポケットに家の鍵を入れているはずなのだが。あれ？鍵ちゃん、もしかしてなくした？あら、どうかしたのかしら。な、それがその、どうも家の鍵をなくしてしまったみたいで、この時間まだ俺以外に家族は帰ってきてないので家に入れなくなってしまったんです。まあ、それは大変だわ。そのままだと風邪をひいてしまうわ。よかったらうちにいらっしゃい。いいんですか？もちろん、住民が困っていたら助けるのも大家の務めだもの。ありがとうございます。助かります。俺の名前はカザリナユタ、高校2年生だ。さあ、入って。お邪魔します。そして、この美人なお姉さんは、俺が住んでいるアパートの大家さん。ヤミヤ・フカミさんといって、いつもよくしてもらっている。気さくで話しやすいし、今日みたいに困っていたら助けてくれるいい人だ。いい人なのに独身らしい。なんでだろう。結婚とか興味がないのかな。おや？あれって、もしや俺の鍵。え？今、何か見たかしら？何か見た？いや、別に。そう、それならよかったわ。さあ、お風呂はこっちよ。着替えを用意してあげるわね。あ、はい、ありがとうございます。一体どういうことなんだ？なぜ大家さんの家に俺の鍵が？もしかして、大家さんが俺の鍵を拾っていたとか。だったら、隠さずに渡してくれるはずだよな。となると、意図的に俺の鍵を大家さんが隠している。もしくは、俺が鍵をなくしたんじゃなくて、大家さんが気づかないうちに俺から鍵を盗んだ。だとしても、それは何のために。まさか家に入れなくなった俺をこうやって家に招き入れるために。もしかして大家さんは俺を食べるつもりなのでは。 ありえる。大家さん独身だし、なんか俺を見ている時の目が獲物を狙う肉食獣みたいな時もあるし、お風呂に俺を入れたのもそういうつもりだからか。これはもう俺を食べるつもりに違いない。正直な話、俺はとてもエッチなことに興味がある。そりゃそうだ。こちとら男子高校生やぞ。興味しかないまである。それに大家さんはとても美人だし、初めての相手として何の不満もない。なんなら、そのまま俺は大家さんと結婚したいまである。よし。しっかりと体を洗っておくか。お風呂ありがとうございました。いいえいいえ。ちゃんと温まったかしら？はい。そう、それは良かったわ。ほら、ナユタくん、お茶をどうぞ。ありがとうございます。ニコニコワクワク、ニコニコワクワク。おや、お風呂上がり、準備万端。襲うならもう襲ってもいいのでは？ニコニコ。なんで親さんずっとニコニコしてるんだろう。あ、そうだ、ナユタくん、最近学校はどうなの？楽しいかしら？どうかしたかしら？もしかして変なこと聞いちゃった？一体どういうことなんだ？大家さんは俺を食べるためにここへ招き入れたはずだというのに、なぜ世間話を始めたんだろうか。そんなまどろっこしいことしないで、早く食べてもらいたいのですが。ははん、わかったぞ。まずは世間話から入ることで雰囲気を作っていくってことかな。女性は雰囲気を大事にするって聞いたことあるし、多分そういうことなのだろう。なら、郷に入っては郷に従えだ。そうですね、特に変わったことはないですよ。へえ、そうなのね。
会話が終わってしまった。はあ、もしかして俺がちゃんと話題を広げなくちゃいけないとかそういうルールがあったりするんだろうか。なんてことだ、食べられる草食動物側にもルールがあるというのか。俺てっきりベッドで寝てればあとは全部大家さんがやってくれるものだとばかり。そうだよね、それじゃあダメだよな。俺も初めてなりに頑張らないといけないってことですよね。大家さん、大家さんは最近どうですか？私も特には。恋人とかは？ぐさ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 。メンタルをめった刺しにしてしまったかのような効果音が聞こえた気がする。特にはないわ、出会いが少なくて。そうなんですか？ええ、まあ婚活でもすれば出会いも増えるんでしょうけど、私そもそもそこまで結婚したいとも思ってなくて。へえ。はあ、つまり俺とは体だけの関係を求めてるってこと？大家さん、高校生にどんだけインモラルな関係を迫るつもりなんですか？でも俺はぶっちゃけそういうのも全然 OK です。そんなこんなで俺はいつ襲ってくれるのかなとワクワクしながら待っていたのだが、全然襲ってくれない。なぜだ、俺に色気が足りないのか？鎖骨か、鎖骨でも見せればいいのか？男子高校生の鎖骨ってどれくらい需要があるんだ？わからねえ、男子高校生の需要がわからないよ。気づけばもう随分と時間が経ってしまった。もうそろそろうちに誰か帰ってきている頃合いだろう。今日のところはもう帰ろうかな。親も心配するかもだし。俺そろそろ誰か帰ってきてると思うんで帰りますね。え、それじゃあ。ちょっと待って。え、もう少しゆっくりしていってもいいのよ。まだ食べてもらいたいお菓子があるのよね。あ、もしかしてこれから襲うつもりってこと？でもあんまり帰りが遅くなって母ちゃんや妹たちに心配をかけるのもな。カット。わかりました、じゃあもう少しゆっくりしていきます。俺は家族の心配よりも自分の欲望を優先してしまった。最低である。でもごめん、我が家族よ。俺大人の階段を登るからさ。ワクワク。今のところはうまくいっているのだろうか。私、闇谷深見はこのアパートの大家だ。大家さん、協力してください。と、今朝、那由他君の妹ちゃんに突然頼まれた。お兄ちゃん、今日誕生日なんです。あら、そうなのね。お兄ちゃんのためにサプライズパーティーの準備するの。あら、いいわね。でも、その前にお兄ちゃんが家に帰ってきたら、サプライズができなくなっちゃう。それは大変だわ。なんとかしなきゃね。それでこれ。え？お兄ちゃんが学校行く前にカバンから取っておいたの。これでお兄ちゃんは家に入れない。そうね、でもこれがないと那由他君困ると思うんだけど。だから大家さんがお兄ちゃんの気をそらして。え、お兄ちゃんをちょっとの間だけ大家さんのお部屋に引き止めてくれるだけでいいの、お願い。でも高校生を家にあげるのは世間体的にちょっと。お願い。そんなこんなで私も那由他君のサプライズパーティーに一枚噛むこととなった。でもまさか玄関に那由他君の鍵を置きっぱなしにしてしまうとは。失敗した。確実に見られたと思ったけど、幸い見てなかったみたいであまり気にしていないようだったし、よかった。でも問題はその後だ。正直私はこういうのに向いていなくて、なかなか話題を探すのも難しい。聞き止めるために適当な世間話を探してはみたものの、
なゆたくんとは年も離れてるから、どんな話題を出せばいいか全くわからないわ。最近の高校生は一体何をして生きてるのかしら。 TikTok とか。そんなこんなであわあわとしながらもなんとか時間は稼いだものの、もういよいよネタ切れだわ。一体ここからどうすれば。大家さん。何かしら。もうそろそろいいんじゃないですか。僕もう全部わかってるんですよ。まさかサプライズパーティーに気づいているというの。もしかして私のせいで感づかれてしまった。どうしよう。妹ちゃんたちが悲しんでしまうわ。あのね、その、だからもう俺を襲ってください。お願いします。ん？もう俺我慢できないんです。襲うって何？俺はもう全部わかってるんですよ。大家さんが俺を食べるために鍵を盗みここへ招き入れたことは。あれ？何の話なの？というか、やっぱり玄関に置いてあったなゆたくんの鍵を見られていたの？そうか、それでなゆたくんは何やら勘違いをしたということ？いや、それにしたって私がなゆたくんを食べるためにって、つまり私がなゆたくんを大人にしてあげる的な。あ、めちゃくちゃ誤解されてる。でもここで違うなんて言ったら。じゃあどうして鍵を持ってるんですか？とか追及されちゃうだろうし、その時私には合理的な説明ができそうにない。うっかり本当のこと喋っちゃいそう。むしろこの勘違いしている状況をうまく利用する。でもそれってつまり私がなゆたくんを食べちゃうってこといよね。いや、私そういう経験ないんですけど。生まれてこの方数十年、学生時代は勉学に明け暮れて、社会人時代は仕事に明け暮れて、今では無駄にお金だけはある独身貴族。そんな感じだから彼氏とか作ったこともないし、あんまり興味もなかったからな。というか相手は高校生よ。本当に手を出したらダメだし、振りだけならなんとかいけるかしら。そう、気づいていたのね。じゃあやっぱり。そう、私はなゆたくんをずっと食べたいと思っていたのよ。やっぱりそうだったんだ。やっぱりって何よ。なゆたくん、私のことを学生に手を出す人間だと思っていたってことなの？それはそれで心外なのだけれど。ともかく、でもなゆたくん、その一応確認をしておきたいのだけれど、本当に私でいいのかしら。ほら、私ってそのもう結構いい年だし。何言ってるんですか、大家さん。すごい美人ですし、全然大丈夫ですよ。そう？それに、その、今こんなこと言うのもあれですけど、昔からいいなって思ってて、綺麗で優しくて、その、初恋の人だったりするんですよね。あれ、大家さん、なんで顔をムニムニしてるんです？別に。いけないわ、若い子にお世辞を言われて頬が緩んでしまったわ。私ってこんなにちょろかったの？まあ何はともあれ、そろそろお願いします。え、正直もう辛抱たまらないので。そんなこと言われてもね。どうすれば。まずは体を密着させるとか。もうそんなに我慢できないのね。ジーザス。あ、ごめんなさい、痛かった？え、大丈夫です。そう？
このまま続けても大丈夫なのかしら。というか、ここから何をすればいいのかしら。ここからは。ワクワク。ナユタ君は何かしてほしいこととかあるかしら。とか。最近の若い子って知識が豊富ね。なんでこの子こんなアブノーマルな趣味を持っているのだろう。あれ、嬉しいです。ずっと大家さんとこんな関係になれたらなって思っていたので。でも俺は子供だし相手にされないと思っていたんです。だから体だけの関係でもいいから大家さんとお近づきになれてよかったです。本当に私のことをどう思ってるわけなのかしら。この子いろいろと将来が心配だわ。でもそこまでストレートに気持ちをぶつけられるとなんだか私まで。ナユタ君。大家さん。誰か来たみたいね。そうみたいですね。はーい。危なかった。私あのまま言っていたら取り返しのつかないことを。学生相手に何を本気になってるのよ私のバカ。ナユタお誕生日おめでとう。あのあと準備が整ったとかで妹が俺を家まで引っ張って、家に入ったらサプライズされた。そういえば俺誕生日だった。いやー、大家さんが手伝ってくれてよかった。しかも大家さんは気を引く係だったとは。となると俺の鍵を持っていったのは妹たちの仕業か。すみません大家さん、俺いろいろ勘違いしちゃって。いいのよ、気にしないで。はあ、残念だったな。つまりあれは全部演技だったってことだもんな。大家さんとしたかった。しかも初恋ですって告白しちゃったし、もうなんか次から顔合わせにくいよ。とわいわい。まあでも今日は誕生日パーティーを楽しむとするか。ダメダメ、意識しちゃダメよ私。おまけ。あのね、ナユタ君、そのこういうことは大人になってからね。でももう我慢できません。ダメよ、そんな。パチクリ。私ったらなんて夢を。そういえばさ、大家さんとお兄ちゃんってうまくいったのかな。どうだろうね。